皆さんこんにちは、こんにちはっつってもおはようございます。夜行性の私は、だいたい夜中の2時ぐらいに起きます。さてそういうわけなんですけど、皆さんは YouTube って1日にどれぐらい見ますか？1日にどれぐらい自分が YouTube を見てるかってグラフで表示されるようになってるんですよ。見てみたら日別平均13時間33分で、昨日1日なんですけど27時間14分どっから3時間14分持ってきたんだろう。んで、まずそもそも24時間ずーっと俺が YouTube 見てるわけないので、というわけで1日に27時間 YouTube を見る人間の生活の状況っていうのを、今日1日24時間カメラに収めて客観的にちょっと見てみようかなって思います。で、まあ実際そう言ってる現在2時10分ぐらいなんですけどね、すでに今日の YouTube 視聴時間が3時間35分。YouTube 見てたなーっていう実感はないんですけど、まあ、確かに作業用 BGM を YouTube でかけてたので、ということで普段はこっちからは見せないんですけどね、机のこっち側がこうなってるんですね。誰か片付けてくんないかな。カメラが回ってるからって言って別に特別意識してわざわざ YouTube を見ようとか見ないようにしようとかそういうこともないので普通に生活します。さて普段はですね、作業用 BGM をまずかけるんですけど、著作権的に代わりに作業用 BGM に似た曲こっちで流しとくので、そういうのを流しながらパソコンではずーっとゲーム実況のライブをつけて、まあ、こうやって見てる感じですかね。まあ、一応こうやってこっちで動画見るんですけど、大体は基本的には2倍速で動画を見ることが多いです。で、まあ大体ここら辺に置いて、まあ、書かなきゃいけない課題とか何かやりながらでも問題のないものをこなします。全然おしゃれじゃないな。綺麗な音楽鳴ってれば片付けようと思うと思って流してるんだがな。明日学校行くまでの間ちょっとだけ仮眠取ります。その間は一応睡眠用 BGM ってのがあるので著作権の問題上音声をカットします。じゃあ授業に行ってきます。授業中は多分 YouTube 見ないと思うので行ってきまーす。てかこれ片付けてくんないですか。これはい、今18時18分まず8時に出かけて普通に今の今まで YouTube 見てません。とは言っても視聴時間が現在ね13時間26分見てみたら統計情報は全ての YouTube サービスの再生履歴に基づいてますと。だから倍速で見てれば視聴時間も倍増えてくし、何個か動画いっぺんに見てたらまとめて加算されると。だから実際にはそうですよ、俺6時間半しか YouTube 見てないんですよ。まあ一応今日1日過ごして何時間ぐらいになるのか見てみましょう。とりあえず2画面で YouTuber を見ながら、俺マリオカート進めないといけないのでマリオカートを進めます。よっしゃ、いやーよく考えてみればほとんど YouTube 見てねえわ。あー、マリオカートツアーのライブが始まりました。4つになりましたね。いや4レース見なきゃいけないのは忙しいですね。さすがに4ライブやってたらもう誰が何やってるかもうよく分かってません。もう誰かがでかい声出したら、あ、なんかあったのかって。ということで、1日過ごしてみましたけれども、日付変わったせいで正確な時間分かんなくなっちゃった。グラフが29時間の手前ぐらいになってるので、まあ27、8時間といったところでしょうか。あくまでその履歴ある程度消したにせよ日別平均は13時間なので今日昨日がレアケース。まあそういうわけで、1日24時間以上 YouTube を見た昨日を1日をもって再現してみました。まあ、明日も似たような日程にはなると思うので、まあ今から2時まで仮眠取って成長ホルモン出して、そっから起き出して今日と同じような生活する感じになるんですかね。いやすごい忙しいように見えてつまらん人生を送ってるなって。というわけで今回以上になります。おやすみなさい。